まず僕の自己紹介させていただきます。僕は今、ひょんなことで、ここも広める活動に参加させて、広める活動をしています、なぎらえいさつと申します。45歳になりました。4人の男の子の子供の父で、一番下が0歳で、三男が6歳で、9歳、11歳っていう感じです。3ヶ月前に離婚しました。離婚してからものすごく仲良くて、このことが僕のこのマコモのきっかけで、もうちょっと10年今年経ったから飽きやすい性格なんで、違うことをやろうと思ってたら、ちょっとミキニさんとマコモでつながり始めて、つながってきました。マコモさんと今どこまで話した、僕は、もう小さい頃から、アーティストで生きてきました。もう好きなことしかこうせずに、生きてきた人間です。とはいえ一応こう自分を隠してこう生きてもきましたが、今はちょっと自信を持って自分らしくちょっと今僕のお仕事を始めましたので、今日はマコモの、僕の大好きなマコモのお話し会を始めたいと思います。よろしくお願いします。いろんな話を入れながら、このマイク心地よいですか、音は。いいと思います。はい。じゃあちょっと皆さんウォーミングアップということで、この今目の前にあるこの方がマコモの原種の粉と、タブの木の粉と、あと麻の炭を入れて練ったお線香なんですけど、この間京都の西山さんっていう。ヘナの、なんか、ソジャットヘナっていう、なんかちょっと食べれるヘナも、作られる方と、マコモの、ちょっと、コラボレーションさせていただいて、そこに行って、実際にマコモが、どう、なんで、何が魅力なのかを、自分で確かめることを、やっとつい最近始めたんです。で、始めたら、確かめた方が、分かりやすいので、今日のこのお話し会は、みんなでこうそれぞれが、マコモさん手に取っていただいて、ずっと1時間持っとったら、先月は手が腱鞘炎だった。机とかに置いてみたりしながら、いろんなことをやってみたいと思います。まず、まず最初に、やることがあります。これはマコモの葉っぱで、切ったい方です。これは大体7月の終わりぐらい、なんかこう、ものづくりによってこう収穫期を変えて、太いやつはこういうものは
すだれとか、お化けで作ってきましたが、これからはワークショップのみでやってます。で、今からやるのは、皆様にこれ、とりあえず1本ずつ配って、このようにしてほしいです。この尖った方を、5センチほどの残したところで、お力が、マコモさんはある植物で、そのお力は一つはものすごく強いデトックス、体に溜まった毒を出してくれるのに、すごくもう本当に優れた古い地球の植物です。煎じて飲んだり、ただそれだけじゃなくて、そのこのマコモさんは力、エネルギーがあるんです。この子だけで、そのエネルギーがあるというか、このマコモさんに伝わるんです。エネルギーが、だからマコモってすごいなって思うんです。その実験で、なんかそれぞれのこちらのなんかちょっと痛いところとかに、この尖ったのちょっと上にして、こうやったらこっちからこっちにエネルギー入る。なので、なんかちょっと気になるところ自分で作られてやってみましょう。すっごい綺麗なマコモだと思います。私も収穫するけど、こんな綺麗な、綺麗に処理してるマコモね、すごい綺麗に処理してある。どこも全部揃えて、先端を5センチ残して8周巻いて、はい、時計回りを巻いて最後紐で結ぶ、はいはい、それからこれだけで、まあ、とりあえずこれを取ると、これがマコモです。あ、これがマコモの葉っぱで、まあ、なんかこれがなんか一つ、はい、ここの先っぽの手のひら当てると熱い肉が出てくる感じが分かる。っていうのをちょっとこの間、ちょっとなんかちょっと実験、いろいろ来たことを今やってみました。西山さんっていう祖者とテナの方です。すごく面白かったので、それをこういろいろアイデアを共有していけたらと思ってます。これが一つの過去の実験です。どうかそれはお土産なんですけど、家に飾ったりするときは、先を上にして飾ってください。置くときは、今の水晶になります。
奥っていうのはないですか。まあ、どこに売っても、はい、なんかそこがフワッと違う、違う、違う、うん、どんな感じでしょうか。そこの方がなんか、あ、そうです。やっぱり、いろいろ、あと僕、今からこの後やろうと思うんですけど、そのこの線香作りを、なんか、ピックやる一般を、この間作って、とやったら、結構、なんか、良かったので、ちょっとぜひ、マコモ農家されると思うので、その自分のマコモで作られたらいいと思います。すごく、本当に、僕はちょっと体のこととか、施術家と全く逆のアーティストなんで、わかんないんですけど、でもなんかこう、そういう、あるじゃないですか、経絡とか、わかる方は。その場所にこう丸めたピットできるぐらいのものを貼るだけで、そこがこうちょっと通るんですね、すごく。で、鼻外したので硬くなっちゃう。そんな瞬間だったりするので、本当に通すのはやっぱりここなんですか。炭も入ってるんですけど、ほとんどが葉っぱの粉で、粉末です。もう皆さんご存知、僕はマコモさんといろんなちょっとこうたわしを作ったり、してました。なんかこうマコモでいろんなことが本当にできると思って、もう何でもいいからいろいろ作って来たんですけど、離婚を境に時に辞めまして、今はその僕が一人で作ったら、僕の作ったこれとか、なんかやっぱり1万円以上はいただかないとすごい手間かかる。だけど高いとやっぱりお金持ちさんしか届かないし、あと欲しい方っても1年分とか、これはですね、僕がちょっと兵庫県で 4、5年前に1年間ずっと修行させてもらった神田基郡神川町っていう村の地域の、なんていうんですか、地名だかなんですね。僕は勝手にメガネって呼んでで、これはその言われがすごい素敵で、僕その兵庫時代1年間このしめ縄を修行したんですよ。でそこでそれ以来毎年神社に奉納しています。で今年それもやめようと思っています、はい。でしめ縄もこれは、元が一つで、元が一つから一回枝分かれをしまして、でこっち側は左ないで、こっち側が右ないで、分かれてしまってまた戻って一つになるみたいな、すごくこうドラマチックな言われがあって、です、もう惚れてこればっかり作ってたんですけど、こういうしめ縄は硬すぎますってことに気がついた、はい。これはやっぱり本当にこれからしめ縄はこの作り方じゃなくて、右に回し、これ普通のしめ縄は3本で縄なんですけど、1本を右回しに回転したやつを左回転で3本縄を、左縄って言うんですけど、でそれが神社のしめ縄で
使われてる、まあ、いろいろあるんですけど、だけど実験したんです。何がこれとその今から言うしめ縄がどう違うかっていうのが、これだと硬すぎてエネルギーが入ってこないんですね。弱いというか、なってしまって、でなんか神社とのこうやり取りとかもなんかやっぱ硬くて、でそれで今年からやめたんですけど、はい、でなんかやっぱり神社も硬いからなんか緊張するし、緊張してたら帰ってこないっていうか、はい、それをそこも得意な植物なので、これからなうなら振り回しにそれぞれ回転したのを右回転になうとなくなって緩やかになるんですよ。超だるだるだるで、お餅つきの本質のように縄も縄だと思います。そうするとすごく、今それをちょっと今年の正月にそういう縄のイベントをやりたくて、そのだから素人でもできるんです。これはやっぱり僕多分いろんな方がこういう綺麗な雰囲気なんとかとかありますからできないですけど、得意な方もいて、でも時間かかるし神経使って、あとやってる方も疲れるんですよ。これ疲れることを やるんですよ。それだと本当の意味で物をどうなのかなって思って、それでこれからはもうゆるゆるの、まあ、ゆるゆるというかこうやってる方も楽しく、それで楽になってしめ縄をのお祭りを今年ちょっとやろうと思ってて、その時はありますお祭りしたいと思います。あとちょっと葉っぱをついでにこう綺麗な葉っぱをどうやって保存したらいいかとかで、お悩みの方と言いますそれはなんか僕も2年間ぐらいもうどんどんいろいろ試して、本当にいろいろ試してことごとく全部かみたんですよ。で2年経って和歌山といえばの宮城県の気仙沼のルバーブさんとご存知ですかね。そこの小野寺さんに会って神、あとその時にこう魔法の仲間をいろいろ紹介して、僕と小野寺さんと和歌山の方と、あと大分で元ロックンローラーの薄木に、大分の薄木にいます、バッキーさんです、はい、バッキーさんとこう出会うことができて、やっぱり同じ国を捨てていまして、その時にみんなのアイデアで出てきたのまでで生まれて、それから全く旅路に美しい状態でできる方法が分かったので、今ちょっと伝えたいと思います。これは、まあ、基本的に、まあ、2日間ぐらいは手に当てた方が僕は当ててます、ね、2日間ぐらいちょっと西日が強いところは外して、で2日ぐらい押すとある程度の水が飛んでいって、で3日目に
干しすぎると倍になるんです。これがまた難しいんですよね。だからこうちょっと湿度とか微妙な、とにかくバリってなるとせっかく綺麗なままの葉っぱが台無しになるので、すごいこう難しいんですけど、その時に一つはビニール、大きなビニール袋にスポッて入れるんですよ、で空気抜いて、もしくは掃除機とかちょっと入ってくる、でそれが一番結構簡単なことなんです。ただなんか葉っぱが曲がったりするので、ちょっと曲げたくない方は僕がやってるようにハウスの中とかで黒いハウス、日が当たらないハウスのようなところで何か吸ってますね。本当に2年間大変だったんで、ちょっとぜひもう最初から失敗せずに大事な葉を、あと発酵させてもいいですね。兵庫時代に僕は葉っぱを一丁部やりました、一丁部やって、で、ちょっと一丁部広すぎて大変でした。はい、そうですね。あとそうですね、マコモについてちょっとゆっくりちょっと話しようと思います。マコモは、マコモという名前の植物は、今大きく分けて2種類あります。で1種類はこの方たちなんですけど、この方たちはマコモの原種で、ものすごく古い時代から生きている植物だそうです。で、この植物は穂がつくんですね。で、これが、ここに穂が見えますでしょうか。稲のように、はい、これこうやって、原種じゃないマコモは、10月ぐらいになっても、この真ん中にストローみたいなのが生えてこないんですけど、原種の、その実がつくのも原種なんですよ、両方原種なんですけど、そのあんまりこうこっちのお米がつく方はあんまり今までこう多分あんまり効かなかったと思うんですけど、こっちの方にしかマコモ菌は起りません。だから、マコモ菌をとお付き合いされたい方はこっちが、いいと思います。で食べる方をと付き合いされる例えばあっちに置いてあるマコモだけができる、であっちはあっちでもスーパーフードなので、はい、そのただマコモ菌はいないんです、おりません。でマコモ菌がそのちょっと謎で、もうどんな高温でも耐えられる、なんかこうみたいな、この子たち死んでるようで生きてるんですね。で、この中こう、とろけちゃったような、そういうところから、こう、なんていうか、生まれてる、すごく宇宙だと思うんです。そうなんです。ちょっとこういうのをちょっとみんなで眺めて、
お手に持って眺めたり行かれて、はい、はい、はい、まあ、そういう時間を、その間にちょっと僕はあのお香の準備します、はい。マコモダケはできません。マコモダケ食べたことある人、ナスみたいな形で、食感もナスみたいな形で真っ白なんですけど、食べることはちょっと違うんですよ。マコモダケもすごいスーパーフードでとっても美味しいんですよ。それで、ね、ちょっと水分が あるようなところが、もしご自宅にの近くに あれば、一株とかもしあれだったら植えてもらったら、マコモダケっていうのが3本も4本も1年目は生えてきます。2年目はその一株から多分 4,5 倍になります。 4,5 倍増えるので、まあ、増えても大丈夫な敷地だったらいいんですけど、もし増えたら困る敷地だったら、こういう形でまた一株、一株残して一株増えたやつを誰かに譲ってあげるっていう形で、昔は河原にたくさん生えてたみたいなんです、日本は。それでこの浄化をする、お水をすごく浄化をするっていうことで、だけど朝もね、日本、広島は特に、あ、そうですね、朝のね、はい、朝のブルーイチというところに朝を加工する場所がね、加賀線のブルーイチ橋駅のあたりにずっと戦前までずっと文化として残ってたんですよね。朝とマコモはなんか一番お力のある植物だということで、自然に沿った植物だということで、広島もたくさんあったんですよ。朝南とかね、朝がつくところは、そうそう、朝もたくさん、古市場所は西日本随一の朝の加工場所で、主に漁網としてロープや糸に加工されてて、だから近隣のところは結構皆さん育ててたみたいですね。農作物だったって聞いてますので、すいません、申し訳ありません、高谷と申します。よろしくお願いします。朝もここも両方手仕事で作っておりますので、すいません、いきなりでしたけど、すいませんすいません、あれか、私もこんなラブトーン作ってまして、それマコモで作っています。はい、ゴザもちょっと大本さんのところで作らせていただいて、これは活用したいなと思っております。マコモで作った帽子らしい、これはお尻の穴からエネルギーが出てるので、今僕も肛門日光浴って皆さんご存知ですか？僕の長男が、学校行かないんですけど、僕のなんか友達のおじちゃんの、ところで1週間なんか手伝ったりして、コーヒー屋なんですけど、それで毎日こう映画とか見て、家帰ってきたら肛門日光浴って知ってる父ちゃんっていうので、なんかいろんなもんを教えてもらったみたいで、その肛門日光浴ちょっと何言ってんのって思ったんですけど、そういうドキュメンタリー映画が来て、すごく面白かった。なんか肛門で実際にやってるんですけど、たまにものすごく気持ちがいい。どうやるの？ものすごく恥ずかしいのですけど、僕ちょっと日本やって。実はこの座布団も座布団としてかぶったりね、頭にかぶったりして調節するんですからな。僕の場合はこれだと太陽の角度的に、僕がいつもやる場所の太陽の角度的にちょっと直接肛門に当たらないんですよ、日光。それでやっぱりこんな素晴らしい
こうやってこう宙に浮いたようにやるんですけど、でもすごく気持ちよくて、あの抜ける感じがするんですよ。だから便の調子が良くなります。あと便というか、なんかこう内臓が動きます。ゆっくりと。ゆっくりとどれくらいあるんですか？いやもうこれは好きなだけ気持ちいいので、いやもう長時間やりたいんですけど、何せこう郵便屋さんとか来られるので、あと保育園児とかが来る場所に行ってやってるので、まあ大体1時間ぐらいです。あと太陽の行司も、これもマコモさんから教わったんですけど、太陽の行司もいいです。ちょっとそう、マコモの健康法ってを、その僕もなんか今年でマコモと出会って10年目なんですけど、いろいろこうマコモの本って、多分皆さんこれはこうほとんど同じ内容で、この2つはそのリバーブさんのマコモ系の、あの泥のようなお風呂に入ったりする、その方たちの実施、これをしたらもう本当にがん治っちゃったとか絶対言えないような話がいっぱい入ってます。なんか本当に治るものなんですけど、それはこの原種のお力です。で、マコモタケさんの方はスーパーフードで、あっちは1単につき1トン以上を収穫できるので、結構な量だと思うんですよ。それを、僕はこの間森山会長と酒井さんと、広島でお好み焼きで使われました小麦粉を、マコモの粉を作りたくて、でその兵庫に実は行ってたのも、それをやるために行ったんですけど、その呼んでくれた方が資金不足と、あと違う方向に行ってしまってできなくなって、ちょっとこの間その話が盛り上がったことを、今日どうしても皆様の耳に入れてたら、いつしか芸術化すると思うので、それをちょっと覚えて、はい、すごく美味しいです。あのちなみにただマコモも、一応僕もなんかこう学術的な本とかをもう、ドイツ語で読めるので、問題に結構マコモのことは調べたつもりだったんですけど、この間あったその京都の西山からの方が嫌いにこの時期でいろいろ勉強させていただいてました。それでそうなんです、マコモタケを1旦あたりに1トン以上の実がつくので、まあものすごく短期間、1年に1度しかできないから、ものすごいこう数の仕事と、ものすごい数の倉庫と乾燥だと、まあ、いろいろちょっと量産やろうとすると、もう大変だしか出てこないんですけど、はい、まあ、なんかちょっとそのあたりもちょっといろんな方の知恵やらで、なんか導いていけたらなと、食べたらと思って、はい、まあ、今年ちょっとそれも少量ですけど、あの講演がある方とやりたいなと思ってます。で、実際ちょっと食べてみて、これはいけるなってなったら、来年からちょっと工場を買い取ってやればいいかな。
と思うのと、あと、皆さんもやっぱり子供の方とか食べ物のことでいろいろやっぱり不安を感じていると思うんですけど、その若者の本当にその具体的な効能の本当にすごいところがデトックスなので、若者は本当そこはすごく強いです。僕も、その50年前から仙台にもあって、仙台のリバークさんの箱もそのうち飲んでます。今のできないです。粉末はできるんですけど、ただ僕は別に興味がない、早く帰るので、すごい、あれは本当にすごい粉末なので、すごくおすすめです。もし存じなかったら、仙沼のリバークさん、マコモって書いてあるので、彼らの小野寺家は今6代目とかで、100年ぐらい前にからマコモオンリーでやってこたら取られた方で、浮いてるような方です。お風呂も何年でしたっけ、80年早い、帰るのずっとお風呂の体にはいいと思います。やっぱりこう魔法物が何か秘めたものがあるんだと思います。父ちゃんもね、あるんですよ、父ちゃんが。まあ、そんな古くなくて、いや、同通人が日本に来て、なんとかさんが来られて、その日本に来て見たことをまとめた本があって、そこに魔法物のこと、ドイツの本ぐらいだし、ドイツには13年に来て、ずるずると、大学はアニメーション学科で、映画の大学があって、世界で一番古い大学だそうで、入学した途端にもうすごいフランスとかイタリアとかのすごくかっこいい、アート的なテレビ会社とかからすぐオファーが来るような大学に偶然受かっていて、それで調子に乗って、好きなアニメを13分の自分全部監督すべて全部一人でやって、プロデューサーだけ別に撮ってやって、あと、まあ、カメラマンとか撮影スタッフは別に撮ったんですけど、でそれで13年間と、まあ、本当に10年間一つの作品13分ぐらいの映像なんですけど、本当に毎日やってたんです。でもずっと手書きなんで、ずっと、まあ、毎日絶対にやってたんです。やらねばっていう思いが強くて、でもやってもやっても終わらずて、10年目の時にちょうど震災があって、で僕、ドイツのベルリン その大学の卒業論文とか書いていた頃で、その事故があったから、僕、ハッピーエンドにしてくれって、そのプロデューサーはお金払ってるので、僕の。だから僕はプロデューサーの言うことを聞かないといけないですね、ほとんど。それで、でも嫌で、ハッピーエンドだったらやらないって言っちゃったんですよ。なぜか出てきてしまって。でも、普通に切られて、今まで彼の学校に関わってたんですけど、
ここはもう調査区域もなくて、まあ、そんな感じの素養の大学生になってました。はい、まあ、その時代は漆をやりたくて、あの東京芸大の工芸科を受けてたんです。なんかやっぱ難しいですね。僕はこれからも絶対子供が大学とかお金払っているところじゃないと思ってます。でこうああいう特別な人しか通えない大学とかは本当こう、まあ、なくなっていくと意味ない、意味なく感じちゃうんじゃないですかね。生徒さんはかわいそうで今に任されてるんですよ。今あのスマホもなさって今までのいろいろな経験が生かされてはないんです。あ、そう、親にものすごく怒られてあの別に親からお金もらってないんですよ。僕自分のなぜか大学入ったらお金がどんどん入ってきたんですよ。大学側から大学側の僕のプロデューサーがどこから持ってきて、で親はあのつまんない話かもしれない親はすごく厳しい親で、僕の別れた妻の親はすごく厳しくないんですね。僕全然こうその本当にその違いに驚いて しまって最初全然受け入れることもできなかったんですけど、それぐらいこう全然うちはすごく厳しくて、やっぱこう反発してこんな風になっちゃったんですけど、厳しい。そう、何の話厳しいのがもう本当ちょっとそれで僕も自分の今の長男と次男にちょっとこう本当に忙しかった。10年前に日本に帰ってきてすぐに島根の山奥の大田市の山奥に引っ越して、あの今まで都会でもう南仏あたりで毎年こうバカンスして、もう好きなとこを来てパスピス飲んでこうアーティスト仲間たちと兄って言うて本当に好き勝手に暮らしてたんですけど、こうもうそのもうストイックな性格で、あと完璧主義者、頑張っちゃう男、あと何ですかねそんな僕なんですけど、それで、まあ、そうこだわりすぎるからそのアニメーションも終わらずに終わったんですけど、全然後悔は しないんですね。今から出されてきます。そうですね、まあ、親はものすごくなんか結婚するときに親に両親に会って話をしてたら、親になんかお前は映像の学校出てなんでお前飲んでないかなって言われて、で連れ合ったらどこどこの宮崎駿さんのところに就職したりするだろう、まあ、お前じゃできんかなって言うんだけど冗談ひどくてと思って、それぐらいできるわけって、まあ、親はプンプンで、ずっと僕のことが嫌いで、僕のおばあちゃんは僕出雲市、今出雲市なんですけど、あそこが僕の出身なんですけど、そこはおばあちゃんは僕のことを他人の子供だって言うんですよ恥ずかしいみたいな。でそのおばあちゃんがつい最近亡くなったんですよ。でちなみに僕の弟は、ちょっと声を出して言って反感買うかもしれないですけど、今刑務所にいます、島根県にある旭町浜田市の山奥にある刑務所の、まあ、ちょっと、まあ、お金のことでなんかやって3年半の刑を食らってここに来て、まあ、月1ぐらいで帰っています。でおばあちゃん亡くなった時に
親から僕も来てほしくないって言うんですよ。もうおばあちゃん、それで僕はこう最初電話で言われた時にって思って、それは親が決めることじゃないでしょうって、僕が行きたいから僕が行きたかったら行くし、っていうかそれって思ってちょっとグンと思って無視しとったら、この手紙が来て、手紙にもはっきりとくれってほしくない、で、あと弟のことを言うなって言いないって言うんですけど、まあ、なんかそのあたりでいろんな人と話し合ってみたくて、何がいけないのか、あと弟が自分の罪を隠されて、弟は多分嬉しくないなと思って。僕の話に戻していい？はい、すいません。はい、あの今回のチラシにしめ縄の写真を使ったんですけども、はい、さっきのしめ縄とどう違うんでしょうか？あ、形構造は、丸いやつですね。あれはこれとほとんど構造は一緒です。はい、これは、京都の、僕がその奉納させてもらってた神ヶ浜神社のタイプのやつで、こう左内と右内がこういう形で祀られる。柔らかいんですか？これもやっぱり硬いんですよ、はい、でやっぱりその硬いのを作って縄を2つ作るとその違いが本当に分かるんです。で硬い方は硬いで切れちゃう早く、ほんで柔らかい方はなんか弾力があって丈夫なんです。なんかそういうの相手とちょっとだけ習った時のそんな感じだったなって思って、ちょっと最近そのあたりに興味があって、ちょっといろんな人にも伝えてます。で、すごく大事だと思います。その、なんかこう、いろんなこう役割とかがみんな違うから、こうそのどっち回りがいいのかとか、そういうので僕もう頭がもうおかしくなるぐらいわけわかんなくなってたんですけど、なんかそういう役割があるからそれを自分なりにこうなんか。やっていったら多分いろいろ分かってくると思います。ここまで今作っておられるようなのありますか？あ、そうですね、これはのですね、これは驚くほど油汚れが落ちるショッキングピカットっていうすごいネームで、もう本当に作っただけで全部売れちゃうんです。だからもうここもしんどくてしんどくて、それでここ3年ぐらい本当に苦しかったんですよ。頑張りすぎて、で1年に2回ぐらいものすごく本当にすごいです、ものすごい大変こうやってやっちゃうから、年に2ヶ月ぐらい倒れたように寝てるんです。体が弱くてたわしで、これはそうです、たわし、たわしというか、まあ、食器洗いに使えるもので、柔らかくなるらしい。はい、でこう本当に油汚れは抜群です。もうこのマコモの葉でこれで食器洗えるのはもう喜びですね。これも、これから、うちの方でワークショップ、まあ、呼ばれても出張ワークショップもしたり、あとは、まあ、できれば僕今ちょっと
体験型で合宿を地元の島根の方で企画中です。泊まり込みでちょっといろんな体験を一度にみんなで体験しようっていう、それを今企画中なので、今後とも、はい、よろしくお願いします。写真撮られました。こういうタワーシーン、はい、こういうのを作るのは、はい、食用とそっちの原子で、はい、なんか違うみたいなけど、全然壊したいのに、こういうのを作るのはどちらのマークまでも一緒ですか。原子の方はすごくマコも強いから、原子で作ったらすごく強いなんかものになって、でもなんかそんなに長持ち的には変わらないので、そこまで、そうですね、原子の方がちょっとやっぱり非常な感じになってくるんですね。なんかそのマコモだけの方がどんどんこう出てくる感じで、原子はどんどん出てくるんですけど、なんかしない。ただなんか原子の方がしなやかなんですよ。葉っぱがちょっとプラスチックっぽいというか、え、これがっていう、普通こう、あ、ヨシジみたいな、さっき言ったような手持っとられると思うんですけど、こう少しこうザラッとしてるのが、原子はなんか滑らしく、そんな感じもあります。で、原子はですね、この場所にも絶対あると僕は思ってるんですけど、皆さんも、僕も見つけたんです。言われた、自分で探せってちょっと友達に言われて、めんどくさいと思ったんですけど、まあ、ちょっと大吹きモード入ると、どんどんこうやっちゃって、川という川を歩いて探したら、モーダー川というところを見つけました。ものすごく元気 でなぜかそこの川の一番上流と河口に行って、なんか地名なとかに使われてたのかなと思います。歯磨きっていうのは粉ですか。はい、葉っぱを粉です。ですね、あとうちは歯磨き粉を作ってるんですけど、それは履いて、つぼくさっていう神経系に効く、多分どこの家庭の田んぼにでも生えてるような、ハート、アイルベーダーの方たちが、なんていうの、よく食べるんですよ、瞑想前に。コッポラ、コッポラっていう名前で、結構今有名な植物で、日本名はつぼくさという名前で、あって、3種類ぐらい、まあ、うちの近くには生えてます。種類があって、シジミツボクサとか普通のツボクサとか、あとインド系のツボクサだったり、みんな味が違うんですけど、効能なく近い。それは神経とかも和らいでくれるって聞いたので、それも入れたらすごく良かった。その3年経ってすごく良かった。あ、ありがとうございます。これもすごく本当、マコモの、いろんな部分を炭にした粉末と、麻の炭はちょっと炭通変更されて買ってるんですけど、あと塩とすごく酸味、こういう普通のただの炭なんですけど、ね、
応金粉も入ってます。はい、だからもしかしたらどこかに残られて金歯がいつか、まあ、この歯磨き粉でマッサージし続けるといつか金歯になるかもしれないあでも本当にすごくなんか整う感じがします。口の中が真っ黒になって、もし服が汚れても構わない方は少しお試しされてます。あと、ですね、僕は普段はお餅記念付き屋もやってまして、そのうちの特徴は蒸すお水からとにかくその地元の最高級の清らかな湧き水でわざわざ海に行って、で自分たちも自然のお米で餅ついてで必ずやるのが、まあ、大体が玄米餅なんですけど、あと春とか今ぐらいの時期はこれ3日前に着いたんですけど、後で皆さん1個ずつ持って帰れるかな、はい、これはマコモスミを発酵させたものが、はい、大量に練り込んだもので、これは本当にこう食べた人はもう次の日のいい運賃に、はい、で驚いてます。あとなんか黒い運賃が出てくるからそれに驚いたりするんですけど、まあ、なんかこういう使い道もあります。なんかそんな得意です。とにかくこれは本当に得意中のマコモさんの得意分野です。ちょっと一回トイレ休憩していいですか。すいません、はい、ちょっとゆったりと。まして、今日のお話じゃないんですけど、マコモは10年以上前にもう存じ上げてお茶に飲んだりとか、それもですね、東京の新宿の町の中でマコモに出会ったというお話なんですけど、なぜか広島に来て、広島でマコモ栽培を広めようというふうに活動しております。現在ですね、全国で約160名ぐらいの会員さんがいらっしゃいまして、広島の方では大体80名ぐらいいらっしゃるんですけれども、そのうちの大体1割から2割ぐらいの方が週末私たちが田んぼで若者を栽培しております。それから刈り取ったり、マコモダケが生える時期になるとマコモダケ狩りをしたりとか、そういう活動の方に、町から、里山にライフワークバランスを変えたいと思いまして、週末農業みたいな形で集まって一緒に町遊びの農業をしております。そして私がなぜこれをやろうと思ったかっていうのは、広島の水害を何年か前にテレビのニュースで見たときに、当時私が横浜に住んでたんですけど、びっくりしまして、いろいろ調べるとですね、土砂災害警戒区域が日本で一番多いのは広島だということが分かりました。地形のこともあるんですけれども、今田んぼが休耕田が非常に増えまして、で田んぼというのは非常に水力がある役割をして、田んぼを見るというのが分かりました。ところがこの田んぼだけがですね、たくさん食べることによって保水力がなくなりました。でこのマコモというのは稲の6倍の保水力があります。なので山形田んぼに速やかにマコモに変えていくことで保水力も上がるし、それから水害対策に山から一気に護岸工事でセメントでこう川をきれいに設置されているんですけど、一気に水が流れますので、逆に最近水害が起きてくるんですね。昔は上手にこう例の例じゃないんですけど、例の字にこう川を曲げることによって、
緩やかに海流に流れていくっていうシステムが上手にあの防災効果のようにねっていうんですけれども、これが整備することによってかえって良いと思ったことは現実としては水害が起きやすくなっているということで、まあ、できるならば私がやろうとしていることはまずあのドン・キホーテみたいにみんなにたくさんあるけどどうやってやるのかと言われてもですね、まあ、1回、2回、3回そしてそれを循環させていくことで、作っていけると思いまして、皆さんが集まってお茶作りや人間機材、それから楽屋作りなどを判断して、この品物をですね、循環させることによってまた次の年のまたお茶を作りという形を始めております。で、おかげさまでお祖母の里山マルシェっていうのを今2週間毎年参加させてもらって、あとはマルシェとか、メッカマとかという形で少しずつ認知してもらって作っております。今年もあの、また少し参加を増やすことになりましたので、どうもやってみたいな、お隣に座りたいなっていう方は、まあ、近くで、近くでお話しありますので、どうぞご利用してください。それからお話もあったかと思うんですけど、あのマコモのふるさと出雲ですね、出雲の方で6月1日に出雲祭りというのがございます。そしてその前に、出雲の地区では毎年マコモシンポジウムっていうのを行っております。で、今年はあの非常に水のことで今大変注目されております、金の水、銀の水、銅の水を作っている高野山の麓のユーロさんというの社長、重岡社長なんですけど、この方の講演はもう毎回すぐ満席になってなかなかお話を聞くことができません。この方が今回は講師になって、そして広島さんは私のパネリストとしてパネルディスカッションの方で広島での取り組みっていうのをお話しさせていただきます。で、実はあの私もこのままいつもいつもと思ってたんですけど、古地図を調べたことなんですね。実はあの今皆さんご存知の市役所がございますね。市役所は国体市1の1っていう住所なんですけど、これがあの古い表記だと国体市あざまこもなんです。そして、広島城にはまこも橋があしがってあったんです。そして戦前はまこもという原型もありました。もうあの古い方ももう忘れで記憶に去られてると思うんですけど、このことをですね、広島の河口にはマコモがたくさん自生しております。そして原爆が落ちることによってマコモは隠れないですので一斉に隠れて死んでしまったように言います。ところが土壌君として原爆が落ちた放射能のある土壌をですね、一生懸命光らせる働きをされてですね、70年草木も生えないだろうと言われていた土地にですね、わずか40日で海に乗り出せたということですね。これが隠れたマコモの神としての体験をされたのだと思います。ですのでマコモという地名があった広島の私たちもこのマコモをですね、音に読み上げせて、このことを皆さんにお話ししていただくような私の話をしていきたいなと思っております。今日はお時間ありがとうございました。これもし行きたいという方があったらすぐ埋まりますので、うちは席確保しようと思いますので、毎年入れなくてお断りされているリスクの方では通常会です。ですからこの近年特にマコモが注目されてますので全国から集まります。広島の方から行きたいという方がありましたら、ちょっとご一報くだされば一緒に集めて注目したいと思います。あ、こんなのないですね。そうですね、広島 のマコモプロジェクトというネットで引いてもらえば必ず出ます。マコモは広がるんです。プロジェクトは広がります。あ、プロジェクトは広がるんです。すみません、今日私が財布を忘れて出るようなサザエのものですから、そんなことがあります。マコモプロジェクト、あ、戦いお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。こう思って、そういう、まさにサザエさんみたいになるなって思います。
カの方が欲しいので、ここはよく思っちゃうけど、まだ寝てます、まだ寝てます。そういうのも結構ここは大事だと思って、このいろいろなものを作っていったり、いろんなところに行くんですけど、
ないといけない感じのことで追われちゃってて、周りの目を気にしすぎたんで、本当に自分のことができなくなったということを、このマコモさんがそういうことを導いてくれることを伝えた人は本当に回ってくれて、そのあたりに回ってくれて、なんか元気玉って言ってやるのに、元気玉、ドラゴンボール、アニメーションから同期で入学したんですけど、アニメーションテレビになかったというのに来たことがなかったので、大学の教授は日本人だから、アニメの国じゃないですか。だから、ものすごい、アニメーションの方にすごい、すごいやつが来たと思ってて、で、受かっちゃったんですけど、そしたら、こっちの人たちは、まさか日本人が西洋のダヴィンチのような日本語でデッサンをすることを知らないんですよ。あっちの人たちは日本人といえば、このなんか昔のこのどこにそれがあるか、これと分かるんですけど、そういうふうに考えないで、ヤンキー感じゃない、あの当時上から見たような、当時に出てくる、見てるようなものを、僕がそういうデッサンをするって思ってたらしい。入学して最初のそういうデッサンの実習授業があって行ったら、僕も後ろに教授たちがいっぱい立ってたので、それで僕が普通のヨーロッパの人がやってる方で書くので、ものすごく高校に合格にしていこうかって、そういう、そうなんですよ。そういうふうに思われて、で、僕は卒業論文に、日本の山を、日本の学校に向かって、日本の病的なところを、僕は、小さなドイツに学校で学校にしました。はい、じゃあ、皆さんに元気玉をお渡しします。
観察すると面白いです。とにかく仕掛けはここに全部ある、すべてある。この両方ですね、全体見て、うん、その面白いんです、まあ、それがすごく面白くて、あと全体にあの裏切らないとか、ね、ね、しさがあったら正しいです。糸も言ったら水やるの、はい、で、よくあのこうベトナムとかにあるこういう円錐型のこうお尻の部分にちょっと穴を開けたら顔つきやすいから、あ、これはものすごく、これは一株じゃなくてもこれ一つずつ植えたらいいんですよ。植えるときは一つずつ植えたらそれがポンってなるので、あとこの子たちが芽出てないけど、これは一つの四角に持ったから元気で、こっちはこっちでまたロマンティックなんですよ。すごくこっちはこうまだゆっくりと、まだあんまり動きがない世界の静けさの中の動きがある。もう両方おすすめしますね、こればっかりは。大丈夫です、ね、あ、あとマコモダケのことなんですけど、2月5号のマコモダケは4年間ほったらかしにする。ほったらかしっていうのは何かどういうのかというと、4年間に切らない、その収穫してあげない。でほっとくと5年目ぐらいから今のところ実がつかなくなる。だから5年その実が欲しい時は2年に一度は、まあ、切ってあげて、こうちょっと消毒してあげるとドアメでまたちょっと、必要とされてるすごいそれはっていう感じで成長する。それは結構重要です。4年間はほっといて仕事って、それを教えてくれますよ多分。まあ、だって土バケツでもってやってます。僕はバケツとか、あとこうよく田舎にあるでっかい漬物の今の焼きっていうんですか、あれでっかいやつに水を張って育てたとか、水菜の土入れて水張って育てるとかね、やっぱりそうだね。ただ、神様はやっぱり、またないと、もう、そんな、なっちゃう。で、そうですね、ドロドロな、なんかね。あ、そうなんです。水は結構そういう取るときは時期がそういう強い時期があって、その時はもうなくなったら、まあ、できるだけ貸してあげる感じで、水は大好きなんで。あとメダカとかを、うちはあの岩見焼きの大きいのを作るためにマコモ土飯のちょっと上まで入れて、まあ水をだいぶそこから20センチぐらい上げちゃって、メダカ感じです。メダカさんがすごい、もうどんどん子供産んじゃう。メダカやりたい人にもまたもう。あと、うちの子供が作って売ってるんですけど、小学校5年生で、これはマコモの茎を、切って、タバコのフィルターとして売ってます。手巻きタバコ用です。
すごくこう吸い心地が良くて、まろやかで楽しくて、これは超なりますよ。まあ、アルバイトとか自分でやりたい仕事は僕もお金払ってます。でもすごく助かりますね。まあ、最近はちょっとおじいちゃんがスイッチっていうゲームを買ってしまったので何もしてくれないです。ちょっとそろそろ時間だと思うんですけど、もう一つちょっと大事なことをする。紙の草箱もなんだけど、紙をもうどうしてもずっとやりたかったことで、これを少しずつ今年から始めていこうと思ってます。それは箱もは結構わーって本当に、まあ、結構難しくて、その毎回元気に3メーターの大きさで育ってくれないことも結構ありますよね。あるんですよね。なんかなかなか地中の水の流れが乱れてたり、まあ、なんか栄養逆に偏ったり、いろんなことが起こってますけど、まあ、でも、まあ、少しずつ育ってくれる。これは何の？あ、そう、カメリ。どん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 こうほっといたら、まあ、こう持ってどん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 そのここに植えたら。次の年はもうポン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 どんどん増えていくんだけど、そのことからそのマコモネットワークが収録機で、でものすごくもうほっといたら本当に一面マコモの草になっていく、すぐなっちゃうんですよ、4年ぐらいで。そういう葉っぱと、あと真ん中どこでも問題なんていう竹とか、あと別にいろんな植物、これ別のナギラのナギっていう植物で、これはまた不思議ですね。本当に、あの、家に5本ぐらい木があって、水を変えずに、浄水器に少しずつ成長して、水が全然腐らない。これで入れてるだけ。で、その根っこの生え方も漢字になるんですよね。漢字になっていくんですよ、おじいちゃんの場合。もう本当に見たら、あ、本当だってなってて、そういう遊び方もできる人ですね。旅立ちにこれから僕はいいかなと、変えなくてもだから楽やし、で楽しい。これはあのなんか熊野権現さんの方の御神木として大事にされている木だそうで、島根県にも大石市に大事にされている記念。あ、昔は神社にね、坂戸じゃなくて薙を住まいで。そうなんです。昔はどうやら、はい、やっぱり名前がこう似てるから声も大事。名前がマジと薙と薙。はい。はい。それでそのまあ薙とかを使ったこのマコモの紙を壁紙とか好きでもいいんですけど。その壁紙にすれば今の、ね、住宅はもう大変な住宅 で僕はマコモ飼育っていうのもうまくいってます。で体験ワークショップもやってます。でその空間がどれだけこう、どうすごいのかを、まあ、今味わってる最高なんですけど、そういうこうそういう医療とか褒め方のが昔モダンマコモのモダン、まあ、ああいうことを実際にやっていろいろできるので、しっくりとか、まあ、いろいろやってみると面白いなと思って、これからちょっと今年からいろいろやっていくので、ぜひみんなで楽しんでできたらなと思って、まあ、今後はそういう、こう楽しんで、
自分が楽しんでこういろいろできることを教わったので、まあ、そういう植物のマコモさんを、まあ、僕はそういう植物のマコモさんとしてお話しされて、今回初めてなんですけど、させていただきました。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。とっても見たことがないようないろんなものを今日は見させてもらいましたし、なんかやっぱり緩むのがすごくいいよって言われたのを私もすごくそう思います。植物とかマコモさんとか本当に見るだけとか触るとその菌っていうかそのエネルギーとか、まあ、菌もねいろんな微生物とかも体にこう入ってくるし。なんか昔の縄文時とかもこう触るとその昔のそのエネルギーとかその菌とかの微生物みたいなのをいただけるらしいんですよね。だからこういうものをちょっと見たり見たり触れたり触ったりまたの生活の中でたわしとして使ったりござにしたり帽子にしたりっていうそういう風に触れたり見たりすることでやっぱり昔の大事なものをこう思い出す。どうやって自分がこう生きていくのがみんな幸せになるのかなとか地球が幸せになるのかなとかどうして弟さんのねお話はすごく私もその先を深くこう自分の中で何かこう考えるきっかけにはなったんですけどみんながこだわることはどうしてそこにこだわるのかなとか地位とか名誉とかそのいろんな、ね、失敗とかいろんなことが人間の中にあるけどそういうものを、まあ、植物の植物さんから触れることで、人間のそういう本当はこうそういうものを捨てた方を捨てて植物さんみたいにこう生き生きとこう言うて伸びる仲間をいっぱい増やすみたいなそういう風になれたらいいなっていうのを私は今日は感じたので。これからもいろんなね、マコモさんに他のこういう不思議な、ね、ものを持っている植物さんに目を向けて、人間がこの地球で生きていくのに、地球がね、やっぱり沈没しそうになっているので、今金融もいっぱい壊れかけているので、人間ができることは何かなっていうのをゆっくり、まあ、太陽を浴びながら、ちょっとお尻は難しいかもしれないけど、でもそういう健康法もあるので、まあ、今だからググったりして、ゆっくり時間をかけていろんなことを考えていきたいなって思ったとてもいいお話し会で野中平さんのここにいる存在が靴がねどうして右と左が違うんですかって聞いたら一個なくなっちゃったんですとか言われててなんか本当にいでたちとここにいらっしゃる野中さんからあんまりのエネルギーをもらっていい回でした。ありがとうございました。最後に拍手をお願いします。